これより2018オートバックススーパー GT ラウンド5富士 GT500 マイルレースオールドライバーズアピアランスを開始いたします。会場にお越しの皆様、大型ビジョンにご注目ください。カーナンバーゼロ、グッドスマイル初音ミク AMG、 谷口信輝、片岡達也。カーナンバー2、シンティアムアップルロータス、高橋和穂、加藤博樹。カーナンバー5、マッハ車検 MC86 ワイズディストラクション、坂口夏、平木優也、藤波清人。カーナンバー7、 D ステーションポルシェ、藤井智信、スベン・ミューラー。カーナンバー9、ガルフナックポルシェ911、久保凛太郎、石川圭司、峰尾京介。カーナンバー11、ゲイナータナックス GTR、 平中克幸、安田博信。カーナンバー18、アップガレージ 86MC、 中山雄貴、小林隆。カーナンバー21、一つ山アウディ R8 LMS、 リチャード・ライアン、富田隆一郎、篠原拓郎。カーナンバー22、 RQ's AMG GT3、 和田久志、城内雅樹、上田正幸。カーナンバー26、対産 R8 福島、山田慎之介、川端慎太郎、中野慎二。カーナンバー30、トヨタプリウス APR GT、 永井博明、佐々木光太、オリド学ぶ。カーナンバー31、トヨタプリウス APR GT、 佐賀光輝、平手光平。カーナンバー34、モデューロケンウッド NSX GT3、 道上亮、大津博樹。カーナンバー35、アット RCF GT3、 ナタウッドジャルーンスルカワッタナ、ナタポンホートンカン、山西浩二。カーナンバー48、食毛 GTR、 田中雅樹、飯田太陽、リチャードブラッドレー。カーナンバー50、エグゼ AMG GT3、 加納雅樹、安岡秀人、坂本優也。カーナンバー52、埼玉トヨペット、グリーンブレイブマーク XMC、 バンバータク、脇坂重和。カーナンバー60、シンティアム LM コルサ RCF GT3、 吉本博樹、宮田理友。カーナンバー61、スバル BRZ R&D スポーツ、井口拓人、山内秀樹。カーナンバー65、レオンクストス AMG、 黒沢春樹、賀茂直也。カーナンバー87、リーガルフロンティアランボルギーニ GT3、 佐藤君也、本島優也、高橋翼。カーナンバー88、マネパランボルギーニ GT3、 平峰和樹、マルコ・マッペーリ。カーナンバー96、 K-TUNES RCF GT3、 新田森雄、中山雄一。カーナンバー117、アイカーズベントレー、
井出雄二、坂口良平、ジュール・グーノン。カーナンバー360、ランナップリボー GTR、 柴田優作、青木貴之、柳田正隆。カーナンバー777、カーガイ・エイダー NSX GT3、 横溝直樹、木村武史。カーナンバー1、キーパートムス LC500、 平川亮、ニック・キャシディ。カーナンバー3、クラフトスポーツモチュール GTR、 本山聡、千代勝雅。カーナンバー6、ワコーズ 4CR LC500、 大島和也、フェリックス・ローゼンクリスト。カーナンバー8、 ARTA NSX GT、 野尻智樹、伊沢拓也。カーナンバー12、カルソニックインパル GTR、 佐々木大輝、ヤン・マーデンボロー。カーナンバー16、モチュール無限 NSX GT、 武藤秀樹、中島大輔。カーナンバー17、京浜 NSX GT、 塚越広大、小暮隆。カーナンバー19、ウエッツスポーツアドバン LC500、 国本裕二、山下健太。カーナンバー38、ゼントセルモ LC500、 立川裕二、石浦博明。カーナンバー39、デンソーコベルコサード LC500、 ケイキコバライネン、小林カムイ。カーナンバー64、エプソンモデューロ NSX GT、 ベルトランバケット、松浦康介。カーナンバー100、ベイブリック NSX GT、 山本直樹、ジェンソン・バトン。カーナンバー10、ゲイナー・タナックス AAA GTR、 星野和樹、吉田博樹。はい、ゲイナー・タナックス AAA GTR 10号車ドライブしています、星野和樹です。吉田博樹です。予選3番手だったんですけども、今日のレースは、車もタイム本当に素晴らしいものを用意してもらったんで、すごく自信あります。長丁場ですけど、吉田とチームと力を合わせて淡々といけば必ず表彰台一番高いところ待ってると思いますんで、500マイル、精一杯頑張って最後に必ず笑いたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、そうですね、今和樹さん言ってくれてたように、長いレースなのでしっかりミスせず、自分の役割を、こなして、で最後は表彰台で一番高いところ優勝っていうのを、目指して走りたいなと思います。応援よろしくお願いします。GT300 Class Second Grid。 カーナンバー55、 ARTA BMW M6 GT3、 高木慎一、ショーン・ウォーキンショー。はい、GT300 ARTA 高木慎一です。僕はショーンです。はい、今日のレース無事500マイルですね。久しぶりに長いレースになりますけどね、5スティントということで各チーム作戦があると思いますが、僕たちはセカンドグリッド、マザーシャーシが隣にホールでいるんですけど、ストレートスピードを生かしてですね、最初から先行を逃げ切り、ぶっちぎりで勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。
GT300 Class Pole Position。 カーナンバー25ホッピー 86MC 松井高光、坪井翔、近藤翼。土屋エンジニアリングの松井高光です。坪井翔です。今日の決勝は、ホールからスタートできるので、ぶっちぎりたいと思います。はい、タイでかなり悔しい思いをしたので、今日は思う存分暴れてポールから、ポールでウィンしたいと思います。GT500 Class Third Grid。 カーナンバー36 AU トムス LC500 中島和樹、関口優陽。レクサスチーム AU トムス36号車中島和樹です。関口です。暗いですね。はい、どうぞ。今日の決勝レース、まあ、僕らとしては勝つしかないと、思ってますので、周りの GTR を頑張って蹴散らして優勝できるように頑張ります。僕も同じく、チャンピオンシップ考えて今回勝たないと、かなり厳しいので優勝目指して、前に2台後ろに1台 GTR いますけど、やっつけちゃいます。 GT500 Class Second Grid。 カーナンバー24フォーラムエンジニアリングアドバン GTR、 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、高星光則。近藤レーシングの高星光則です。 JP デ・オリベイラです。決勝は2番手スタートからなりました。僕たちレースペース、いいと思っているので、この2番っていう位置から、決勝長いですけど優勝狙って頑張りたいと思います。レース頑張ります。 GT500 Class Pole Position。 カーナンバー23モチュールオーテック GTR、 松田継男、ロニー・クインタレリ。モチュールオーテック GTR 23号車をドライブする松田継男です。ロニー・クインタレリでした。昨日の予選は本当にロニー選手がね、素晴らしいアタックをして、僕もまあ Q1 でトップ通過して、車本当に調子いいので、今日は500マイル精一杯頑張っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。今日は、ポールポジションスタートなので、次の選手とあとニズモチーム、ミシュラン、あとね、応援に来てくれてる皆さんで力を合わせて、素晴らしいレースを見せたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします。以上でオールドライバーズアピアランスとトップ3ドライバー紹介を終わります。決勝レースに向けてまだまだイベントは続いていきますよ。皆様、暑さに気をつけながら盛り上がっていきましょう。